マイナンバー汚職厚労省を家宅捜索マイナンバー制度関連の事業などの受注に便宜を図る見返りに現金を受け取ったとして厚生労働省の室長補佐が逮捕された汚職事件警視庁は今日厚生労働省の捜索を始めました えー、まず事件の概要を話しますと厚生労働省の情報政策担当三次官室の室長補佐中安和之容疑者、45歳が2011年マイナンバー制度導入に向けた 医療分野のシステム設計などの業務をめぐって都内の情報関連会社が受注できるように便宜を図った見返りに会社の当時の社長から現金100万円を受け取ったということで収賄の疑いで逮捕されております調べに対し中安容疑者は容疑を認め自ら賄賂を要求したという趣旨の供述をしているということです まあこれ他の部署にも何かあるんじゃないかとかマイナンバーっていろんなところに使われますから思っちゃいますけれどもしかもね、ねこの人はノンキャリアなんだけど<ー>あの情報関係、IT 関係に関し,関あの関しては、はい、え非常に高度な知識と技量を持っていて省<ー>、えー、庁の中でも非常にこの、まあ、ノンキャリアの保守というような<ー>そういう扱い だったとということなんですよ、はい、で私は動機がもう一つよくわかるのが単純に金銭目的だったのか、うん、それとも何か処遇に対してそういうふうに自分がこう多くの働きをしてにもかかわらず、はいえー、省内で十分な処遇を待遇を受けていない処遇されていないとそういうことに対する不満があったのかというのは非常に重要なポイントで、うん、もしも後者の場合 はい、処遇に不満があったという場合には単純に賄賂を受け取ったというだけではなくて、うん、うーんこの人はほらいろんなシステム鍵を握っている人ですからお<ー>何かこ,うこの人の関わったシステムっていうのを全部精査しないと大丈夫かなっていう気もしますけどね。うん まあ医療分野というとそれこそその電子カルテであったりとかレセプトといわれるその薬の請求書みたいなものの電子化とか結構、コントロールシステムがいろいろ変わってるところですよねでしょそれがこうね例え,ば例えばの話ですよウイルスみたいなものがウイルスが仕込まれていてあることをきっかけにしてそういう情報個人情報ばらまくとかねうそういうことにな,るなったらまずいので。あ まあ部署は違いますけれども厚生労働省というとやっぱりあの年金が情報流出っていうのは、まあ部署が違うから違ううんでしょうけれど、ねうんまあ、だから単,に単なる金銭同期だけだったらこ,この問題だけで済むかもしれませんが、うんはい、まあでもねやっぱり人的な問題っていうのが結局こういう流出とかあこういういう情報流出には大きな要素が関わってくるところもあるから。うん、うん マイナンバーというのは、まあ、基本的には私は日本にとって必要だとは思うんだが特に所得把握や資産把握に関しては、はいえー、さっき言ったような公平な税制とか、うん、公平な社会保障負担社会保険料の負担については必要なので、はい、賛成なんだけれども大丈夫かいなっていうふうに、うん あの一般の方々もただでさえマイナンバーって信頼性大、大丈夫セキュリティ大丈夫なのって思ってるところにますますこうやって揺らいでくる信頼性が揺らいでくるというところを見ると、うん、もうちょっとこういうことがね、はい、今後、続くようだったらちょっと運用停止しても思行停止しても少し精査しなきゃいけない部分ってなるのかもしれないですね。うん